終尾の。まずいの。人中力とは。ますます気味悪いってばよ。オビト。あったよ。あれが最終形態か。いや、違う。ややこしいがあれじゃない。うん。でかい時より強くなってねえか。皆の者、気を抜くな。向こうで十尾の力を我が物とした輩が現れた。何をするか分からぬぞ。やめろ、オビト。もうやめるんだ。オビト。意気込みする火影どもが見られるのは楽しい。待ってもいられなくなった。両隊で止め。これは皆とよ、離れるのじゃ。やはりこの程度では知らんか。江戸転生の術はわしが作った。それに合った戦術もな。出るか、二代目様考案の五条起幕符だ。すごすぎるぜ。もう何が何だか。お公家様たちが戦っておられる。我々は行くぞ。焦るな。今は皆の者、うかつに近づいてはならん。なんだあいつ。故に硬い。そして一瞬で塵にする攻撃。三代目のじいちゃんも父ちゃんの術で飛ばさなかったのかよ。無理だ。俺自身から。俺のチャクラが間接的にでも触れていなければ飛ばせない。まずは俺が出て隙を作る。こうなってはやはり俺が。もう待ったはなしだ。柱馬。なんだ。そうか、人中力としてうまく準備が馴染んでないんだ。螺旋先行超輪武功三式をやる。下だ。しまった。こう切るのは俺だ。間に合え、飛来神の術。くそ。うちの子もサスケくんに負けていないかな。まるで蛇じゃな。今父ちゃんの分身を狙ったのか。いや、どうもそんな感じじゃなかった。運の技を食らってやがる。攻撃は外れたんだ。螺旋先行超輪武功三式をやる。隙を作るから間髪入れずにお前たちのコンビ技を叩き込むんだよ。
やっとだよ、先生。やばい。やられはしたけど大丈夫。どうかな。俺につけて一緒に。4代目がわしの真似をしとるのだ。それにそこは2代目様でいい。